皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年7月の2日21時3分、安倍晋三さんのその、まあ、経済関係のことばかり3本の矢と呼ばれてましたけども、エネルギーの残存量問題の方の3本の矢に関しては、河川水門下式ダム発電とかまど発電と、メタンガス抽出場です。メタンガス抽出場に関しては、まあ、汚泥等で、まあ、下流のところで、まあ、メタンガスを、まあ、生産して、まあ、一部発電等は行われているんですけども、まあ、もともと僕たちが言っていた、内容っていうものは、各家庭から出てくる、燃えるゴミ、そういったものを、冬場、小中学校、あと高校だとか、まあ、幼稚園とかでもその係員をつけて、まあ、小中学校もそうですけども、まあ、かまど発電を行う高校生の人たちは、運動部の人たち たちがさらに、まあ、山間部のところの学校だったら、まあ、木を、まあ、枯れてる木とかが山の中に入ったらかなりたくさんあります。例えば神戸市内だけでも、まあ、河川の中にある、まあ、河川水門下式ダム発電の貯水する時に、まあ、邪魔になる木々も含めて、10万本ほどあります。枯れてる木や、まあ、倒木、流木、そういったものを全て合わせると、まあ、大体それぐらいあります。山の中の暮らしっていうものを、しっかりと大事にしなければならないのと、都会は密集地帯ですから、例えば、4月から11月にかけての生ゴミは生ゴミのメタンガス抽出場に持って行って、投棄してと。で、燃えるゴミは燃えるゴミだけで、学校に持って行って、燃やすと。燃やして、かまど発電にすると。だからまあ、そういうふうな、あとは、解体した建物から出てくる木材なども、まあ、かまど発電として使用できます。まあ、できるだけ人間が運ぶ、まあ、トラック等で、運ばないようにすると。で、斧などを使用して、まあ、建物を解体した時の、木材に関しても斧とかで割って、まあ、人間が手で持って運ぶと。なんか高校生の人たちに時間気をつけてあげて、まあ、どちらにしても同じ体を鍛えるということになってくるわけですから、自分たちで、まあ、時間気、お金を稼ぎながら、肉体労働をしながら、まあ、審査制化のように飛び込んだ方が、これは効率がいいと。いろんな、様々な意味で。で、そのメタンガス抽出場ができたら自然と燃えるゴミに分別できるわけであって、まあ、そういった設備を日本中に26年前から取り組んでいたら今頃出来上がってるんですよね。で、冬場はその石炭やガスとかを使わずに、まあ、発電、原発プラス自然再生可能エネルギープラス、まあ、河川水門下式ダム発電プラスかまど発電で、冬場、12分の電力は賄えて、地方の方のプロパンガスとかを装備されている家に関してはオール電化にしていただくと。そうすることによって、それらで電力を得れてエネルギーに変えれるということは節約につながると。まあ、こういった形が、まあ、26年前から行っていれば、まあ、今頃は達成できている。まあ、ちょっと自宅の横は線路沿いなので、まあ、今ちょっと電車が走りすぎたところなんですけども、さすがにもうこの時期ですのでちょっと暑いんで、窓も開けてなかったらなかなかちょっと過ごしづらいので、ちょっとまあ窓を開けさせていただきながら、撮影させていただいている次第です。それでは、ということで、その三本の矢にあたるそのエネルギーの残存問題の中核を担う先ほどの内容、そういったものをしっかりと、広めていけるように、皆さんご協力を代用のほどよろしくお願いいたします。一旦一時停止のボタンを押していただいてですね、チャンネル登録とか、あと着信通知の設定、これを押していただいて、淡井さんの動画
見といた方がいいよと、あと身の回りの方とかにいろいろ伝えていただいて、自分たちで本当の人口だとかエネルギーの残存量問題がどうなっているのかということを自分たちで伝えなかったら、友達や知り合い同士で、そうじゃなかったら世の中はほぼ変わらないまま物事が進んでいってしまってます。26年前と比べてあんまり変わってません、その辺のところは。その3本の矢の部分は。他の自然再生可能エネルギーに関しては、2011年の東日本大震災の後に、自然再生可能エネルギーの普及が大分進んでるんですが、売電という方式ですね、そういったものを用いることによって、そういったものが普及がある程度広まったと。だけど、その中核にあるのは河川水門開閉式ダム発電とか、冬場に関しては鎌田発電だとか、そういうふうな形になっていきます。で、ガソリン車の生産を完全に、停止して、もう作ってしまったですから、本当の人口は、世界中で大体、20億人から23億人、23億人多分いないと思います。それはホームページ淡井圭介の歴の52番を見てください。世界の人口についてと。これを知っておかなければ、商売は絶対に失敗しますと。あとは51番のところですね、人口関係に関しては。あとは、エネルギーの残存量問題に関しては36番だとか、48番だとか、58番は解決方法を、記載しています。あとは37番だとか、重要な内容を多々載せてますので、身の回りの方に声かけしていただいて、理解していただけたらなと思います。以上です。皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と着信通知の設定と、あと、ハワイさんの動画見た方がいいよというような、形、ホームページ見た方がいいよというような形で、進めていただけたらなと思います。以上です。